曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あの先ほど、はい、山口真彩さん、はい、あの優秀な女性来てましたけど、はい、あの財務省の中がよく分かったでしょう、うん、あの東大法学部にあらずんば人にあらずっていう社会なんですよ、うんうん、だからもう全部法学部が支配しているので、うんうん、財務省であるにもかかわらず経済が分からないっていう、うん、東大でも同じ東大でも経済学部ではちょっとやっぱりちょっとじゃないですもうちょっとじゃないの、ええ、2桁ぐらい地位が違う。そんな世界、でもそれだとやっぱりあれだ、経済のことはちょっと財務省にいながら分かりづらいってことになるわけ。そうそう、分かってない人がやってるから、うん、あのおバカな、うん、1000兆円借金あるから増税しなきゃいけないっていう話になっていくんです、うん、ああそうなんだ。そうなんです。でじゃあ経済学部増やせばいいじゃないかって言って、でも経済学部で入ると浮かび上がれないから同じことっていう、うん、そうそうそう、そうですよ、役所ってそうなんです。あのだから東大法学部行かないといけないです。偉くなろうと思ったら、まあ、偉くなってもろくなことしないやつも多いんですけれども、はい、そうなんだ。同じ東大でもそんなに格差が、そうましてやじゃあ他大学だったらもうもう虫けら扱い、マジですか、はい、っていうのがあのエリート官僚のとこだけですよ、はい、キャリアって言われてる、うん、そこはそういうことなんです。恐ろしい世界だ。さて、はい、今日はあの先週もいろいろ物議を醸したんですけど、うん、今週も、うんうん、あえて言おうと思います、はい、実はですね、はい、小池都知事を支持する都民ファーストの会と、はい、そして都議会公明党がですね、はい、児童喫煙対策の条例案の概要っていうのを発表したんです。でこれが、すごい内容でですね、はい、家庭で子供と同じ部屋でタバコ吸ってはならない、うん、タバコを吸い部屋に子供を入れてはならない、うん、はい、子供が同乗している車でタバコを吸ってはならないっていう、うん、はい、かなり踏み込んだっていうか、うん、日本初の条案ならないなんだ。そうなんです。で、これ見つけたらどうするの？通報するの？でこれはですね、一応罰則規定がないので、うん、逮捕されるわけではないんですが、うん、まあ、条例違反に問われるっていうことになるわけです、うんうん、条例違反に問われた場合どうなっちゃうんですか？まあいろいろ嫌がらせを受けるでしょうね。でね、はい、それは嫌がらせって行政の面で嫌がらせを受けるの？そうそうそう、いろいろ指導が来るんじゃないですか。この先はあのこれ第一段階で、その先には、都内あの屋外全面禁煙っていうのも、屋外？あ、屋外、屋内屋外、ね、でも屋内も大概禁煙ですね、うんうん、いやだから、はい、自分の家でもし子供が、まあ、いなければ自分の部屋でぐらいなことになるわけ。それはだから一人でこもって、うん、独房の中でタバコを吸えっていう、うん、ことになるんだと思うんですけど、私この条例案は、うん、まんま可決されちゃうんだろうなと思っているんです、はい、でこれはあの表向き非常に反対しにくい構想になっていてですね、なんていうふうに言ってるかというと、うん、子供は自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、うん、保護の必要性が高いんだ、うん、でそう言われちゃうとですね、うん、表立ってこれに反対なんていうことを言える都議会議員がどれだけいるのかっていうと、ほぼゼロだと思うんですね、うん、でただ私は、この条例案に到底つもなく大きな違和感を持っているんです。それは何かっていうと、はいはい、行政が家庭の中にまで全部介入するっていうことが果たして許されるのかどうか。本当にそう、本当そう。もう今日は久々に森永さんにこうなんかねもう全面的にこう応援したい気持ち。ありがとうございます。でね、これ例えば児童虐待とかって言うんだったら、うん、これ行政の介入はやむを得ないと私は思うんですよ。そうですね。その子供の心身に極めて重大な悪影響が及ぶからですね。しかも早急に対処する必要がありますからね。はい。
でところがね、じゃあ受動喫煙にそういう緊急のリスクがあるのかっていうと、うん、まあ経営団体がですね、うん、もうまたバカ野郎森永ふざけんじゃねえぞって袋だけた気にするのは目に見えてんです、うん、私ちなみに、未だにタバコを吸い続ける悪質有名人ランキング1位を取りました、うん、あ、本当？はい、そこが偉い、うん、まあまあそれはそれとしてですね、この受動喫煙のそのリスクっていうのは少なくとも病理学的には解明されてないわけです、はい、疫学的には、はい、悪影響あるっていうのは出てるんですけれども、うん、でちなみにね、その我々の世代なんかは、うんうん、もう受動喫煙の塊で育ってきた、はい、私もそうでした、でも別に生きてんじゃん、はい、っていうこともあるし、うん、でも理屈的にはちょっと弱いよね。で、まあね、平均寿命も確実に伸びてきてるわけ、うん、そうですね。でもそこはね、うん、まあ、受動喫煙ない方がいいと思いますよ、うん、私子供がいる身で、いや、そうそうそう、うん、世間のお父さんもそうなんです、うん、別に子供の前でバーッと煙吹きかけるような人ほとんどいなくて、みんなベランダ出たり換気扇の下で吸ったりして、うん、それぞれの家で対処すればいい話じゃないですか。そうそうそう、だって本当ね、森永さんがおっしゃるようにね、行政が介入してきたらもう切れないじゃないですか。子供に悪いもの、例えばなんかちゃんと手作りのご飯を食べさせてないとか、うん、歯磨きを毎日させてないとか、うん、もっとなんか、うん、子供に直接的な影響がありそうなことっていっぱいあって、そういうことにまでもう全部手突っ込まれたらどうなっちゃうの？うん、エロビデオ禁止とかされたら私ちょっと困るんですけど子供の前で禁止ですみたいな、家庭内では見ちゃいけないとか、ね、もう家庭内に置いたらダメとか ね、 でね、条例違反です。でただなんです。ただ子供の前じゃ見ないなでも家には置いてあるとか、結局そんなの各家庭での裁量で決めるもんじゃない。いや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 、そう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 、うちもエロビデオ出てきて、うん、神さんに怒られたことあるんですけどまあまあそれはそれとして、でただですね、私は小池都知事の本当の狙いっていうのは、うん、この受動喫煙防止ではなくって、うんうん、その喫煙者を新たな敵に仕立てようとしてんじゃないかなっていう気がするわけです、うん、でその小池さんが圧倒的な支持を受けたのは、うんうん、まあ、内田茂前都議の、を代表とする、うん、まあ都議会自民党の密室政治はけしからん、うんうん、古い自民党がね、うん、何でも決めてたと。そこは賛同する人が圧倒的に多かったですよね。で、あいつらをやっつけるために私を勝たせてくださいっていうのでこれまで来たわけですね、うんうん、ところが、まあ、内田さんが引退し、うん、都議会自民党はこっぱ美人に敗れたわけですね、はい、っていうことは、うん、もはや敵がいなくなっちゃったっていうのが今の小池さんの置かれてる立場で、でそうなるとじゃあ何かをしないと、うん、その自分たち の、 その地位が危うくなるっていうのは多分もういろんなことを全部それ、ね、自分たちが今度問われるわけですからね、そうそうそう、うん、でここでね、私は本来だったら、うん、小池知事がですね、その新たな敵にしなきゃいけないのは、うんうん、私は都議会議員と、うん、それから都庁職員なんだと思うんです、うんうん、で例えば都議会議員については小池知事は報酬半減してるわけですよ、うん、はい、この間の豊洲の、責任取ってさらにちょっと切ったんですけど、うん、3ヶ月間、うん、で一方都議会議員はそのまんまなんです、うんうん、でこれ今何が起こってるかっていうとですね、うん、実は、小池知事とそれから都議会議員の報酬っていうのが逆転し、さらにですね、悪名高き、政務活動費っていうのがあるんですね、はいはい、例のやつですね、例のやつ、なんか核印刷、はい、まあ、これ都議会じゃないですけど、はい、核印刷したんじゃないかっていう人もいるぐらい で、はい、でこれは私はもうずっと前から税金のかからない第二の給料だっていうふうに言い続けてきて、うんうん、まあ、それでまた袋叩きにあったんですけど、私は今でもそう思っているんですが、まあ、でもそれはそう思ってる方いっぱいいると思いますよ。でこれを加えると都議会議員の年収は、うん、第2の年収を加えると小池さんよりも1000万円も高いんですよ、年収で。じゃあどれぐらいなんですか。に全部足すと2000何百万円、はあ、
あのね、毎日働いてないんですよ、都議会議員って。そうでしょうね。知ってるでしょ、うん、でしょうね。あ、議会やってる時しか働いて、うん、あの臨時会ってたまにちょろっと、うん、あの出張みたいなのあるんですけど、うん、定例議会がない時はお仕事してたりして、うん、なんかどっかの会社の社長だったりして、うん、ちゃんと収入あるのに、そんなにごっそりもらえるんですよ、うん、あの小池さんは基本的に毎日勤務っていうか、まあ、専業ですよね。専業なんです、うん、で、そんな高いのに手つけないのか、都庁の職員は、私が調べた限りでは都道府県の中でぶっちぎりのトップの給料をもらっているんです、うん、で私ね、橋下徹って人とずっと喧嘩してきて、うん、思想は真逆なんですけど、はい、彼は大阪府知事になった時に自分の報酬切りましたけど、うん、職員のね、職員も切ったし議員も切ったんです、うん、そうですね。だから彼は筋が通ってたんです、うん、だから筋が通ってもう向いてる方向が間違えてるんで、うん、まあ、困ったもんなんですけども、小池さんは筋を通さないわけ、うんですよ。で私もね、やることはいくらでもあると思うんです、うん、あのこれもう何度も言いましたけれども、早く東京メトロと都営地下鉄を統合しろ、うんうんうん、ないからね、そう、うん、だって2駅乗るのに乗り換えると280円も取るんですよ、うんうん、ひどいと思いません、うん、あれ統合すれば、うん、あの170円で文化放送来れるんです、うんうん、なるほど。しかも都民ファの議員になんかちょっと観光類みたいにね、はい、喋らせないっていうのはどう考えてもおかしい、民主主義に反するよね、うん、だから私は独裁の匂いがプンプンするんですよ、うん、でしかもね、うん、それでも私がそうやって文句を言うと、うん、小池知事は今までのその密室政治を、うん、改めて全部情報を公開するようになったから偉いんだって言うんですが、うんうん、じゃあ豊洲は生かす、うんうん、築地は守る、うんおっしゃってますけど、うんうんうん、具体的に何をするんですかっていうのは、うんうん、未だに全く見えてこないし、うん、じゃあ水面下でどういう計画立ててんですか、うん、これ全部表に出して、うん、みんなで議論すればいいと思うんです、うんうんうん、あのランニングコストがどれだけかかるとかね、うんうん、あの私は本当にその豊洲をどっもう端から端までみんな冷房するっていうのが本当にいいのかどうかっていうのも大きな疑問、ものすごい時期かかりますから、あのそれいいのかで、築地の方もどうやって活用するのか、どうやって金を稼ぐのかっていうのは全然見えてこないんですよ。でそこもちゃんと全部公開して、でお金が足りませんって言ったら、だったら行政改革するぞっていうのが私は東京大改革なんだと思うんですけれども、うん、それをしないで今まであったとあの前の自民党をターゲットするのはやめて、今度は喫煙をターゲットとして、はいはい、それでその、まあ、喫煙しない人の方が増えてるし、まあ、そっちの方がね、数多いですよね。あ、まあ、あのそれを取り込めばこう都の意見を、都民の意見をどんどん吸収できると。そうそうそう、今ね、その喫煙者って一番いじめやすいんですよ、うん、なんでかっていうと、抵抗すると世間からボコボコにやられるので、うん、黙ってるしかない、うん、いい存在になっちゃってるんです今。確かにね、叩きやすいところではありますね。そうそう、人に迷惑かけるしな、うん、いやいや、だからそうなんですけど、うん、でも叩きやすいやつを叩けばいいっていうもんじゃないですよのは違って、うん、むしろその少数民族もきちんと守るっていうのが私は政治なんじゃないかなって思うんですよね。法律で禁止されてないんですからね、喫煙自体は。そうそうそう、そんな危険なんだったらタバコを根っこから禁止しろよって私は思います、はい、だんだん声が小さくなってありがとうございました。